限られた空間に大自然や無限の宇宙を凝縮したジオラマや盆栽、同じように山々と水道に挟まれた狭い土地に凝縮された世界がある。それが箱庭的都市尾道市。箱庭的都市に魅せられるアーティストは多い。本庄直樹もその一人。尾道の魅力の一つは迷路のように張り巡らされたこの坂道。迷えば迷うほどいろいろな場所がある。まるで人生みたいな場所だ。坂道をたどっているとたくさんのお寺に出会う。浄土寺もその一つ。尾道は信仰と生活が密接に結びついているのが特徴だ。尾道はまた港町として古くから多くの人が往来した場所でもある。海外からの宿泊客用に洋室も備えた大正時代から続く旅館西山本館、再生した見晴らし亭、箱庭的庭園で名高い蒼来軒庭園、多くの文化人の足跡を残す旧福井亭、映画東京物語ゆかりの地として知られる竹村屋など、おもてなしの文化が育まれてきた。もちろん商都としての面影も残している。箱庭の中には写真家の心を引きつける被写体があふれている。さて、尾道を語るのに忘れてはいけないのがお祭りだ。尾道で200年以上続く奇祭ベッチャー祭り、住吉祭り、吉羽太鼓踊りなど四季折々の祭礼や伝統行事がこの狭い箱庭の中で行われている。中世からの趣を残す箱庭的都市尾道は、写真家だけではなく日本人の心を動かすさまざまな魅力に満ちている。ようこそ日本の心の縮図へ。日本遺産箱庭的都市尾道市。